ハニュー中国ファンの賞賛と期待を寄せる新たなダンス動画に注目。ハニューさん、日本のフィギュアスケートの至宝であり、世界中のファンから愛されているスーパースターです。28歳の彼は、そのスケーティングの才能だけでなく、ダンスの腕前でも一世を風靡しています。最近、彼が新たに公開したダンス動画が、中国の SNS 上で大きな反響を呼んでいることをご存知でしょうか 羽生結弦さんのダンスの魅力。ハブさんは、全日空、ANA の SNS アカウントで27日夜に公開された動画で、そのダンスの才能を改めて披露しました。この動画では、彼がパイロットの制服を着て、歌手はどの楽曲、アシュラちゃんに合わせてダンスを踊っています。この曲は、今年2月に行われた東京ドームでの単独アイスショー、ギフトで初めて披露されたもので、 その美しい振り付けとハブさんの情熱的なパフォーマンスは多くのファンに感動を与えました。このダンス動画は中国でも大きな注目を浴びています。SNS プラットフォームであるビヒロシ、ウェイボーでは、羽生結弦のダンス動画がトレンド入りし、中国のファンからは熱狂的な歓声が上がっています。ああ、アシュラちゃん。半袖のイケメン、ハブキャプテン版のアシュラが来た。この制服すごく似合ってる。かわいいキャプテン。 アシュラユズ、あの細い腰に長い足、ハート、キャプテン、ダンスのますぎといったコメントが寄せられ、ハブさんの魅力にファンたちが釘付けになっていることが伺えます。しかし、賞賛の声だけでなく、一部のファンからは、場所が狭くて伸び伸びと踊れていない気がするといった意見や、ハブくん、やっぱりスケート師だよ、やっぱりリンクの上が良い、スケートする姿をずっと待ってるといった期待の声も聞かれます。これは、 ハブさんがスケートリンクでのパフォーマンスに対するファンの期待が非常に高いことを示しています。ファンとのつながり。ハブさんはダンス動画を公開するだけでなく、今月2日には韓国のアイドルグループ BTS の大ヒット曲、ダイナマイトに合わせて踊る動画も投稿しました。これにより、彼は様々な音楽ジャンルに対応できる多彩なダンサーであることを証明しました。最後に、 羽生結弦さんへのファンからのメッセージをお伝えしましょう。ハブさんのダンスパフォーマンスは多くの人々に感動と喜びをもたらしています。彼の情熱と才能はスケートリンクだけでなくダンスフロアでも輝いています。ファンたちは彼がこれからも様々なジャンルでのパフォーマンスを楽しみにしており、彼の未来に期待を寄せています。結論。羽生結弦さんの新たなダンス動画が 中国のファンたちに愛されていることが明らかになりました。彼のダンスの魅力は多くの人々を引きつけ、ファンたちは彼の才能に驚嘆し、今後のパフォーマンスに期待を寄せています。ハブさんの多彩さと情熱は、彼が今後も世界中の人々に感動を提供し続けることでしょう。読者への挨拶。羽生ゆずれさんの素晴らしいダンスパフォーマンスについての記事をお読みいただき、ありがとうございます。 彼の才能と情熱は世界中のファンに感動と喜びをもたらしています。これからもハブさんの活動に注目し彼の未来の成功を願っています。し